はい、コズノチョビ部屋へようこそ。今回はね、新企画としてね、ドラゴンボールの、新作フィギュアとかをね、まだ発売前のやつですね。はい、こちらをちょっとね、ご紹介していきたいと思います。まずね、パンプレストナビから、予約が開始になりましたね。はい、こちらスーパーサイヤ人4孫悟空 SMSP です。はい、1回5000円のくじですね。発売日が、来年の1月23日土曜日っていうことでね。いやー、皆さんこれはどうですかね、やりますかね。一応なんかこれはね、この優勝作品っていうことでね、要はあのバイバイ悟空を抜いてこれが優勝したっていうんですよね。まあ自分的にはバイバイ悟空の方が出来良かったと思うんだけどね。これは海外の人が作ったんだっけ、この造形はね、造形師さんは。これはね、自分的にはあんまよろしくないなぁと思うんだよな。この角度はすっごいかっこいいなと思うんだけど、なんかこの携帯にね、携帯というかこの角度になるとなんか変な感じなんだよね。これだったらさ、普通に腕組んで素立ちの方が良かったと思うんだよね、スーパー体重法。はい、最初のこれがね、プラ師匠ですね。はい、まあ至っていつも通りのプラシ。はい、まあ4つの中では2番目に人気のやつですね、ブラシはね。はい、で続いて、はい、オリジナル。はい、オリジナルはね、なんかちょっと安っぽいんだよね、毎回ね。なんか成型色丸出しみたいなさ。で、さすがにこのね、トーンはね、外れ枠という感じで出てますけどね。まあ自分は別にいいんですけどね、トーンはね。他の人からしてみれば外れと。で、はい、2次元。これの2次元は一見見た目すごい良さそうなんだけど、パッケージ詐欺の可能性もあるからね。実際、手に取ってみないことにはわからない。はい。ただね、このスーパーサイジュ4の悟空もね、なんかこう、頭か、この顔がちっちゃすぎの なのかな。で、髪のボリュームがすっごいある気がするんだよな。で、なんか足もなんか、太いっていうか、短足気味なのかな。なんかここの足元とか足首のとこすごい太い感じがするんだよな。なんか全体的にバランスがあんま良くないと思うんだよな。まあ今ね、もう予約してる段階なんでね、予約がいつまでだっけ、25日の金曜日からなんで、はい。で、10月の4日まで、ほんとまた短いね、これね、期間がね、1週間ちょっとぐらいしかないのかな。まあ、どうしよっかな、1回だけや、どうするかな、予約するかな。悩むとこなんですよね。それかも、ぶつけ本番で、その日に会ったらやるっていう感じで。まあ、どっちにしろ、一回のみにします、これは。まあ、ちょっとなーっていう感じがあるんですよね、自分の中では。まあ、でも二次元は相変わらずちょっと人気が出そうなんで欲しいですね。まあ、前回のバイバイ悟空の件でね、転売屋がロット買いしそうな勢いがあるんで、
まあ、売れることは売れると思うんですよね。はい。なので皆さんね、ぜひこの予約、はい、早めに予約した方がいいです。はい。まあ、予約店舗検索はね、パンナビのここから、はい、行けますんでね、見てください。はい。はい、続いてね、普通の一番くじですね。はい。ドラゴンボール VS オムニバス。はい。こちらは開催店舗はね、セブンイレブン、イトーヨーカドー、まあ、セブン&アイホールディングスの系列ですね。ラインナップはこういう感じで、まあ、相変わらずのラインナップっちゃラインナップでね、ポリいるし、身勝手、スープペニスリー、ゴーリータってね。ただ、ここにね、純粋ブーが紛れてのこれいいんだよな。これだけ欲しいね。うん。あ、あとジレンがここにいたね。はい。ジレンも、フルパワージレンも珍しいかな。うん。で、これがね、ちょっと、最悪なのがこれ。オーダルベジータ。これラストワンなんだよね。これ絶対意図してるよね。完全に最後まで引かすつもりみたいな。うん、一番欲しいのは、自分がやるとしたら一番欲しいのはこれね。オーサルベジータ。で、二番目に、マジンブ。で、三番目、ジレン珍しいんだけど、ちょっとね、ゴジータかな。ちょっと、かっこよすぎなんだよな。まあ、実際、わかんないけどね。まあ一応マスターライズなんですね。こちらね。栄翔。身勝手は。うん。で、B 賞のジレンもマスターライズ。25センチって結構でかいね。でも見た感じはほんとすごい迫力がありそうですね。うん。ああ、これはちょっとでも手に取って見てみたいな。はい。相変わらずのゴジータ、うん、これはどうなんだろうな。まあこのポーズもね、ありきたりなポーズっちゃポーズなんだけど、一応スーパーサイジンバージョンですね、うん、でポロリは30センチ。まあ大きいよね。まあでもいい加減出し尽くした感があるよね。でもこれはマスターライズじゃないんだね。キングクラスター。はい。キングクラスターシリーズか。これはマスターライズだよね。はい。キングクラスターっていうシリーズか。で、マスターライズのスーパーサイジン3の孫悟空。いや、これは特にって感じだな。正面から見てもなんか、ってパッとしないかな。これは角度限定な気がすんね。この角度はかっこいいけど。で、純粋ブーね。まあ、18センチってちっちゃいけどね。まあ、スケールを合わせてるんでね。はい、マスターライズで。いや、これいいね、やっぱね。ここ見ると、シワとかの造形もすごいよくできてるんで、まあでもこれはあくまで見本なんでね、化け詐欺になる可能性は高い。うん。でもこれが一番の当たりな気がすんな。これが多分ね、一番高値がつくと思います。で、G 賞が、湯飲み。はい。湯飲みもこれは漫画チックにしてある感じだね。うん。まあ、湯飲みもね、解消って感じの定番だね。うん。で、H 賞は相変わらずのタオル。いや、このタオルね、結構この系、くじ系のタオル使ってるんですけどね。全然水気吸わないですよね。まあ、実際に使ってる人があんまいないかもしれないけどね。で、相性が A4 サイズのクリアファイル。これは、
あれだよね、DVD のパケ A だよね。そうだね、DVD で見たことあるもん、これ。で、ラスト1が来ました、オーザルベジータ。でもこれ、ま、ソフビークスか、ソフビークス、ソフビなんだね。ラスト1章30センチ。ブロリーと同じぐらいのサイズってことか。これ最後の1個を引くと手に入る。これみんなこれ欲しさに、うるさいな。みんなこれ欲しさにやると思うんだよね。だから一回やり始めたら、ちょ最後まで引いちゃう人が多いかもしんないな。まあ運よくね、残ってればいいんですけどね。はい、続いてね、もう一つ一番くじ、ドラゴンボール、スーパードラゴンボールヒーローズサガ。はい、こちらは11月20日金曜日、1回680円で、主にローソンですね。はい、まあラインナップはこんな感じですね。ゴジータマスターライズ、またゴジータですね。で、トランクスゼノ、まあゼノっていうのはもう本当あのヒーローズのキャラなんでね、オリジナルキャラっていうことでね、あんまよく知らないんですけどね。はい、スーパーサイジンゴッドになったトランクス、でスーパーサイジン4フルパワーブロリーで、スーパーサイジンロゼ、あれこの身勝手のポーズのフィギュア出てるよね。使い回しか、なんかめっちゃテッカテカだけど。はい、でラストワンがブロリーダーク復活。なんかすっげー悪そう、まがまがしい。はい、まあ一応ラインナップ的にはそうですね。あとは解消がタオル、 F 章タオル、 G 章色紙、 H 章クリアファイルセットっていう感じですね。はい、まあ自分はやらないですね。はい、まあ、ドラゴンボールヒーロー自体がね、ちょっとね自分の枠外なんでね。はいはい、あとはね、プライズですね。はい、こちらは超戦士列伝2第3章進化する因縁の2人ということでね、ゴールデンフリーザとベジータゴッド。はい、サイズは14センチで、9月25日金曜日から、順次、ゲームセンターで取れるっていうことですね。はい、先ほどのねベジータゴールデンフリーザがちょっと小さかったんで、ちょっと大きめのやつを探しましたが、まあこういう感じですね。まあ自分はまあ取らないし買わないかな。はい、で一応ね、今年の、年末ですね、こちらの豊太郎氏が描いた、イラストですね、それの立体化した、プライズ、はい、これはねゲームセンター景品ですね。まあ違う親子カメハメハ。はい、何気に自分これいいなと思うんですよね。ちょっと欲しいかなって思っちゃうんですけど、まあ取れはしないんでね、これは購入するだろうな。ちょっとこれはね実物を早く見たいね。はいはい、あとはね、ベジータプライムワンメガハウス、はい、第2弾ですね。こちらはもう予約は締め切ったのかな。まだ予約開始もしてないのか。
これもね、まあおそらくまあ十何万するんだろうな。うん、まあでもこれはもう完全に公式のガレージキットみたいな感じなんでね。著作権得た作品なんで、まあ好きな人は本当いいと思いますね。はい。自分は十何万、買えないな。うん。あとね、これから発売されるであろうやつから、イマジネーションワークスから孫悟空、はい、こちらのパッケージがようやく完成したということでね、はい、こんな感じのパッケージですね。これは可動フィギュアだったかな。うん、はい、10月発売。はい。あ、1万円結構するな。1万円結構しますね。セット内は黒髪パーツ、スーパーサイヤ人パーツ、交換用手首、滞在式と。はい。まあでもこれもね、結構すぐ売り切れちゃうんじゃないかな。自分はちょっと実物を見てるかな。うん、どうなんだろうね。うん、悩ましいところだ。はい、続いてはね、プレミアムバンダイ限定商品で、アドバージですね。ドラゴンボールアドバージ、こちらがボルンガ、デンデ、ブルマ、クリリン、はい、こちらの4点セットで、5400円と、はい、で10月発売ですね。これはどうなんだろうな。ボルンガでけえ、でけえっつっても、そう、まあ、10数センチぐらいだよな。ボルンガが、あ、15センチ、あ、結構大きいね。台座含んで15センチか。はい。で、クリリン。ちょっとな。で、ブルマ。デンデ。いやー、これはどうなんでしょうね。まあ、アドバージ集めてる人だったら、まあ、うん、買いでしょうね。うん、こういう風に並べると相関ですよね。うん、で、そのアドバージの13弾。はい。こちらが、また10月ですね。これは普通に、量販店や、コンビニとかで手に入ると思います。まあ、ラインナップはね、普通に悟空、ベジータ、ご飯、ピッコロ、サーボ、フリーザ、ドドリアさん、はい、っていう感じですね。で、食玩の方でもう一つは、超戦士シールウェアハウスですね。まあ自分も、集めてますが、そちらが11月にまた新しい弾が発売されます。まあ、今回もね、ラインナップは1027種でシークレット2種と、はい、ノーマルレア、スーパーレア、ゴッドレア、エボリューションレア、チェンジングレア、シークレット、はい、というラインナップですね。で、11月には、超戦士フィギュア4、はい、こちらガチャガチャではなく食玩の方ですね。こちらがね、いいんですよね。私はこれを目当てに超戦士フィギュアを第1弾から集め始めたっていうね。はい。ご飯、SL。で、バイバイ悟空、これが欲しいんですよ。バイバイ悟空に、スーパーサイジン3。で、ベジットにブー。で、ベジット黒髪に、これがレア枠ですよね。
パール塗装なのかなこれ、見るとそうですね、パールカラーバージョンと書いてありますね。はい、全8種。これは自分は箱買いしますね。はい、はい、ということでね、以上ですね。はい、まあ、一応今ね、画像が、ちょっと海外サイトの画像になってますね。こちらは、主にガレージキットになってますね。はい、ギャルのパンティをくれっていうウーロンね。パサ、何気にいい感じですけどね。まあ、ガレージキットとかのご紹介もしたいんですが、どうなんですかね。まあ、リクエストがあれば、ドラゴンボールのガレージキットの、紹介もしていきたいと思いますので、ぜひね、コメント欄から、紹介お願いしますっていうコメントを、いただければと思います。はい。ということでね、今回は、こういう感じでちょっと新たな試みとしてね、今後発売される、ドラゴンボールフィギュアをご紹介させていただきました。まあ、他にもね、ワンピースのフィギュアとかも、できればご紹介していきたいと思ってますのでね、ぜひチャンネル登録、あと高評価よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。